本日ですね、24月29日金曜日祝日でございますけれども、今日もありがとうストレッチやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ではですね、こちら確認できるかな。はい、ではこちらやってみましょう。ありがとうストレッチは愛してる大好きありがとうの言葉をボディさんに投げ、ご自分のねボディさんに投げかけながら行う素敵なストレッチでございます。ボディさんに良い言葉を投げかけるとですね、お岡崎豊さんこんにちは、いらっしゃい、どうぞありがとうストレッチ一緒にやってください。ぜひねボディを柔軟にして健康にね生きていくって重要ですよ、ご家族のためにもね。はい、やりましょう。さあではこちら、はい、あ、お安子さんこんにちは、いらっしゃい、ありがとうストレッチ今日ね祝日の朝にやってボディをですねぜひ健康に保ってね、あのいつまでも元気に過ごしましょう私たち。はい、ではですねいいですの言葉も合言葉ですし、のびしろたっぷりも、はなさんおはようございます、やりましょう。さあではこのありがとうストレッチね、何が重要かっていうとこちら、じゃじゃん、ビフォーアフター、ビフォーをチェックしてアフターをチェックする、そうするとね違いが出てんですよ、ボディさんに確実に。そうするとその違いが分かると、おお、こんなにちょっとやっただけでこんなに変わるんだって思うと継続につながります。継続につながるとですねボディが変わって人生が変わる、いいですね。さあやりましょう。ではですね、あの足を前に投げ出してお座りになれる場所をお取りいただいて、で、まあ、つま先を立てます。そしたら、お、どこついてる、はい、そしたらですね両方の手を前にしていただいて、ちょっとつま先の位置どうかな、手の位置がねどの辺かなっていうのをチェックしてください。全然ね、あのこの辺でも全然 OK です。この違いをちょっと覚えておいて、まあ、シスターは今日はですね土踏まずの下さんぐらいになっております。はい、ではそれを感じたら、はい、千代子さんおはようございます、一緒にやりましょう。今日はね休日の朝ですからね、もうしっかりストレッチして良い休日を過ごします。休日ったってゴールデンウィークだね。はい、では、お膝の裏さんの隙間もチェックしてください。そしてももの張り具合もチェックしてください。左右差あると思います。でストレッチやる前はね、ももが丸い感じなんですよ。で、終わった後はね、ダランって垂れ下がる感じになってたりします。その違いも見て。で、左右のね、違いをも見て。シスターはね、左お膝さんの方がね、いつも高いんですよ。さあ、その辺も見ながら。さあ、ではですね、左足さんの上に右足さんを乗っけます。で、足の指さんを横に開いて、縦にグイグイほぐす。これ、力いっぱいグイグイほぐしてください。でありがとうストレッチやるときはですね、体ごとやって、上半身足を動く手だけではございません、体ごと、そうするとボディ上半身の方もほぐれてきます。はい、それでは行ってみましょう。せーの、愛してる大好きありがとう2回言ってって感じ、せーの声出して、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣の指、愛してる大好きありがとう、いててて、愛してる大好きお隣の指、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣の指、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。はい、では手と足指さん同士をね握手します。グッと握手して、で足の甲を持って足先をグイグイねじりますよ。ボディこれも使って、せーの、愛してる大好きありがとう、声出して、愛してる大好き笑顔でね。はい、では手の、土踏まずの下側を持って足先をねじります。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。ではくるぶしさんをですねがっつり持ってください。そして足先をゆすります、振ります。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き上下、愛してる大好きありがとう、それらに愛してる大好きナイス。でお膝さんちょっと持ち上げて下の足ね、そしたらぐるっと大きく回します。これもボディごと、せーの、愛してる大好きありがとう、笑顔でね、愛してる大好き、反対回し、はい、愛してる、非常に大きく回して、大好きありがとう、はい、愛してる大好き、声出して笑顔でね。はい、では手を離します。足首を持ったら足を振ります。足先、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き上下、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き足だけ振り、愛してる大好きありがとう、愛してる
ル大好き、左右、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス。はい、では右足さん、ふくらはぎが下にベタッとつくようにお座りになって、左足さん後ろ、ふくらはぎさん上から体重かけて揉みます、キュウリの塩揉みみたいな感じ、せーの、愛してる大好き、揉みほぐして、はい、愛してる大好き、笑顔でね。では膝のちょっと上でございます、そこをね、ちょっと痛いところ、結界さん、結界さんをほぐします、せーの、体重かけて、せーの、愛してる大好き、たたた、ありがとう、笑顔でも痛くても笑顔、愛してる大好き、声出してね、はい、内もも全体、愛してる大好き、体重かけてもう痛いですよ、はい、愛してる大好き、笑顔でナイス。では両方のお膝を立てます、そしてひっくり返してくださいと、右足のふくらはぎ外側、はい、ではもみほぐして、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、笑顔でナイス。はい、では右足のお膝を立てて、左足を下に置いておいてください、はい、そしたらふくらはぎの下を親指さんでほぐします、せーの、愛してる大好き、ありがとう、出てて、愛してる大好き、ナイス。では今度お膝さんの下のゴリゴリのところをグイグイグーでほぐします、膝下グイグイ、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、では膝上グイグイ、膝のちょっと上、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、笑顔でね。お皿の周り、人差し指のとんがったところでほぐします、せーの、愛してる大好き、ありがとう、いたたた、愛してる大好き、ナイス。はい、ではももの裏側でございます、4本指ぐさっと刺して揺すって、せーの、愛してる大好き、ボディーごと、愛してる大好き、笑顔で、今度は内ももをがっつり持ってゆさゆさゆすります、せーの、愛してる大好き、内ももゆさゆさ、はい、愛してる大好き、今度外ももですよ、外ももをがっつり掴んで、せーの、愛してる大好き、ゆすりがいあるね、はい、愛してる大好き、ありがとう。はい、ではお膝さんの裏側に手を添えてグイグイほぐします、膝裏グイグイ、せーの、愛してる大好き、笑顔でね、はい、愛してる大好き、ナイス。でお膝さん持ち上げて、膝下ブラブラします、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、手の位置ちょっと下にずらして、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、もう一回ちょっとずらして、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス。ではこのお膝さんを伸ばして、ももの上でございます、肘でもいいし手でもいいです、ほぐします、せーの、愛してる大好き、たたた、ありがとう、愛してる大好き、ここワンモアイト、ここからずっとツイートです、愛してる大好き、ありがとう、もも上重要、大好き、ありがとう、つま先を膝内側にして、ももの外側もほぐします、せーの、愛してる大好き、ありがとう、ボディーごとどうぞ、愛してる大好き、上半身ゆすって、ワンモアイト、はい、愛してる大好き、痛いね、ありがとう、痛くてもいいです、愛してる大好き、ナイス。はい、ではこの伸びてる足を後ろに畳んでください、左足さんが前、右足さんが後ろでございます、右腰骨のところをぐっと落としたところを、ももの、ね、横、腰横グイグイほぐします、せーの、愛してる大好き、体重かけて、全身でどうぞ、愛してる大好き、これね、あのお尻が浮かんでる方もいらっしゃるかと思います、愛してる大好き、日々やってるとだんだん落ちてくる、はい、愛してる大好き、ナイス。はい、背筋を伸ばします、骨盤転がし、左お膝さんの横に左手、右手さんお尻ぺた、前にした時は背中をぐっと反って、後ろにした時は丸めて、骨盤を大きく転がします、後ろから、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、わまいと、はい、愛してる大好き、盛大に、愛してる大好き、笑顔でね、ナイス。では背筋を伸ばして、左手さん左腰の横、右手さん右腰骨持って、ボディをねじります、これも骨盤動かしてね、せーの、
愛してる大好き、あ、違う、背筋を伸ばして愛してる大好き、笑顔でね、ママ愛してる大好き、ありがとう。右足これで最後ですよ、ありがとう。ナイス。では手を頭の上、これで終了です。右足さん、はい、ボディを倒して、皆さんご一緒にいいです、ご唱和ください、せーの、いいです。ワンダフォーだったね。はい、ありがとうございます。ちょっと間がありました。はい、ではチェックタイム。さあ、右足終了したので、右足の変化を見てみましょう。右手さんどうぞ。はー、おー、だいぶいきました。左足さんはまだやってないから、背中の位置こんな感じ。右足さん、ほら、だいぶ違いますよ、左右差。はい、皆さんの違いはいかがでしたでしょうか。はい、膝の隙間とか、ももの張り具合もチェックしてください。お、右足さんのももがね、楕円形になりました。はい、ではここちょっと休憩、水分とってください。水分重要でございます。デトックスでございますから、ストレッチするとね、ボディのいろいろなものが流れ出します。体液とかリンパ液さんとか、血液さんとかね、全部流れ出て血流も良くなりますので、デトックス効果あり。はい、そのために水分をとって、おー、いいですね。はい、では皆様、なんかボディに変化があったらコメントをね、ちらっとお書きいただいてもよろしいかと思います。いや、私今日ね、あの水色さんでございます。これね、パントマイムウィークっていうね、マイムリンクの T シャツでございますよ。何年これ、2009年ぐらいの時の。これだけで飲みました、花さん、バッチリです、いいです。2009年、マイム銀座アベニュー、パントマイムウィーク3 はい、では、さあ、ということで、水色さん着るのね、あのなかなか赤系が多いから、ちょっとね、自分がびっくりするではですね、左足さん早速行ってみよう。おー、はい、では左足さんをチェックします。伸びしろたっぷり。はい、ストレッチは裏切らない、これも重要ですね。はい、ではこの合言葉は急にかけるから、あの答えてください。はい、そして起きました。ではチェックします。左足さんどうぞ、うん、右足さんどうぞ、うん、違いありますね。はい、では右足さんの上に左足さんを乗っけて、指を横に開いて縦にグイグイいく、指先グイグイ、つま先、足先、足指グイグイからです。せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、お隣の指、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、お隣の指、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。手と足握手、指くさっとさしてください。足の甲を持ったらつま先ぐいぐい、せーの、愛してる大好き、つま先ねじり、ありがとう。はい、愛してる大好き、笑顔でね、足先、あ、土まず下側持って足先ねじり、せーの、愛してる大好き、ボディーごと、愛してる大好き、ボディーごと。はい、くるぶし持って足振り、せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ボディーも揺すって前後、愛してる大好き、ありがとう。ボディーごとを揺すってね。はい、膝持ち上げて、足肘から大きく回します、せーの、愛してる大好き、ボディごと、ありが、笑顔だよね。愛してる大好き、継続は力ない。はい、食べまし、愛してる大好き、はい、ありが、笑顔でね。愛してる大好き、ナイス。はい、では手を離します。はい、足を振ります、せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、上下、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、足だけ振り、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、左右、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、盛大に。ではチャレンジコーナーに来ました。パフパフ、背筋を伸ばします。ボディを後ろに倒します。両足上げます。背筋伸ばして、両手も離して、両手両足振り、せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、盛大、ワンマンエイト、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、最後チョキンのポーズでキープ、せーの、チョキン、足を伸ばす、笑顔で、はい、画面向き。はい、ありがとうございます。ナイス。ビューティフルチャレンジコーナーもね、日々やってると本当腹筋背筋できてきますよ。はい、では最初きつかったりするけどね。
はい、では左足さんをふくらはぎさんを置いて背筋を伸ばあふくらはぎの内側をほぐします。左足さんね、せーの、愛してる、大好き、体重かけて、はい、本当にボディが変わりますよ。はい、ではもものちょっとお膝ちょっと上、結界さん、せーの、愛してる、大好き、ありが、笑顔でね、愛してる、大好き、内ももどうぞ、せーの、愛してる、内もも全体、これもね、体重かけるのが重要ですよ。体重かけてボディごと揺すって、はい、ありが、ナイス。では両足お膝を立てます。はい、反対側にひっくり返して、左足さんふくらはぎ外側です、せーの、愛してる、大好き、ありが、笑顔でね、愛してる、大好き、タタタ、ありがとう。はい、では左足さんお膝を立てて、右足さん下です。ふくらはぎの下側をぐいぐいほぐします。せーの、愛してる、大好き、お親指でほぐしてくださいね。はい、愛してる、大好き、いたたた、ナイス。はい、膝のちょっと下をグーでグリグリほぐします。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、膝のちょっと上、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、お皿周りどうぞ。愛してる、大好き、ありがとう、笑顔でね、愛してる、大好き、ナイス。はい、ではももの裏をゆさゆさします。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き。ではももの内側がっつり持ってゆすって、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、ゆさゆさ、愛してる、大好き。はい、ももの外側どうぞ。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔で膝裏ぐいぐい。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。はい、では膝下ブラブラ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、手をちょっと下にずらして、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ちょっと下にずらして、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。はい、ではこの足を伸ばします。ももの上さんですね、体重かけてグイグイやる、手でもいいですし肘でもいいです。せーの、愛してる、大好き、いたたたた、結構痛い、愛してる、大好き、ワンモアエイト、はい、愛してる、大好き、ここから全部ツーエイト、はい、愛してる、大好き、結構前ね、前行っちゃっても痛いです。はい、ではつま先を膝、内側、ももの外側、同じようにどうぞ。せーの、愛してる、大好き、あのね、足によって痛さが違うね、愛してる、大好き、ありがとう。さあ左足さん痛い、愛してる、大好き、ありがとう。声出してどうぞ。はい、ナイス。ではこの足さんを立てませ、曲げます。え、ちょっと前に曲げる、あれどっち、後ろに曲げます。前にちゃってでも忘れますよ。背筋を伸ばして、はい、左足さんの左腰骨のところを体重かけてほぐします。せーの、愛してる、大好き、毎日やってても忘れるから、はい、だから毎日が必要です。大好き、ありがとう。ワンモイト、はい、愛してる、大好き、ありがとう。これ毎日やんないとさらに忘れちゃうからね。大好き、ナイス。はい、背筋を伸ばします。骨盤転がし、右手のお膝さんの横に、え、右膝さんの横に右手さん、左手は左のお尻ぺたさん、はい、丸めて骨盤を後ろに倒した時は背中を丸、丸く C の字、はい、前に出した時は背中をぐっと伸ばして、反る感じ、はい、後ろから行きましょう。盛大にどうぞ。せーの、愛してる、大好き、ありが、いてててて、愛してる、大好き、骨盤転がしてね、ワンワン、愛してる、大好き、盛大に持ち上げて、愛してる、大好き、ナイス。はい、では背筋を伸ばして、右手さん右の腰の横、左手さん腰骨、腰肘、肩がっつり回します。骨盤ねじり、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ワンワンエイト、愛してる、大好き、ありがとう、笑顔でね、愛してる、大好き、ナイス。さあ、では右足はここまでだったんですが、両足は最後に、両足骨盤転がしが入ります。マットさんを畳んだり座布団さんで、ご自分の座骨さんをね、ちょっと守ってください。まあ、痛くない人は別にそのままでもいいです。背筋を伸ばしたら足を、肩幅よりもちょっと
ももの後ろがつい持って背筋を一回伸ばして、で両足骨盤転がし、これね、後ろに骨盤を転がしておへそを覗く、はい、伸ばして、今度前に行くときはおへそを、顎をグッと出しておへそを床面に寄せる感じ。はい、では盛大にどうぞ、後ろからせーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔で、ポイント、愛してる、大好き、ありがとう、盛大に骨盤大きく、大好き、ナイス。はい、では背筋を伸ばして、これが最後ですが、クイックで腰だけ動かします。ここ、はい、行ってみましょう、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ワンモア、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス、いいです。はい、では今日のストレッチすべて終了。最後いいですポーズ決めますよ。背筋を伸ばして、ボディを後ろ、はい、両足を上げる、どっちかの足を上げる、頭の上で丸を描く、ご唱和ください、画面側を向く、はい、では背筋を伸ばして、ご唱和、いいです、ご唱和ください、せーの、いいです。はい、頑張った自分とみんなに拍手。さあ、ここで腹筋、背筋使っております。それで素晴らしい皆様、はい、ありがとうございます、頑張りました。さあ、この小さな積み重ねがね、人生を変えますよ。はい、では両足を伸ばして、ボディを変えて人生を変える、はい、両足を伸ばして、左足さんチェック、コンシスタだいぶいきましたよ。はい、皆さんもいきました。はい、膝裏さんの隙間も減ってきました。はい、左ももさんも広がってきたね。お、いいです。はい、頑張りました、ありがとうございます。では今日のストレッチこれにて終了でございます。ボディの変化があったらどうぞコメント書いてください。水分もぜひ取ってください。いただきます。うん、ねえ、世の中みんなゴールデンウィークさんに突入でございますね、今日からね、いいね。はい、私も楽しませていただきたいと考えております。いいですね、いいです、必死です、花さん。ありがとうございます。いや、このね、必死で日々ね、やっていくと本当変わってきますから、ぜひぜひ続けてください。体幹がね、鍛えられると人生が変わるんですよ、本当です。これ地球上ってさ、重力でやっぱりね、どんどん頭が重いからこう丸まってきちゃうんだよ、こうね、頭丸いから落ちてきちゃうんだよ。で、ここ支えの体幹さんですから、腹筋背筋さんがぐっと頭をね、まっすぐ伸びていると、どれだけ疲れがない。 T シャツかわいいです。うわー、やすこさんありがとうございます。T シャツかわいいでしょ、2009年のものですよ、物持ちで。2009年っていつ、だいぶ前ですけどね、ありがとうございます。はい、さあ、物持ち良すぎて物が溢れておりますけれども、はい、では皆様本当に今日はご参加ありがとうございました。やすこさんどうでした、ボディの変化なんかね、あったらぜひまた、次回は月曜日の9時からやります。9時からできます。あと、日曜日ひょっとしたらできるかもしれないんで、できるようだったら告知しますので、今日、明日はね、別現場に行かなきゃいけない、朝から別現場に行くので、できないんですけど、日曜日できたらやりたいと思います。はい、ということで今日も本当にありがとうございました。ご参加ありがとうございました。素晴らしい、簡単には変わらそうだね、簡単に変わらんけど、いやいや、簡単に変わらないけど、ちょっと変わってんのよ、これが。ちょっと変わってるよ、このちょっとに気づいてく。両足伸びました、ちおこさん、ありがとうございます。はい、アナさん、ありがとうございます。今日もありがとうございました。ちょっと変わるんだよ、本当にね、0.01 ミリぐらい変わってるから、それを積み重ねるの、ここね。はい、ということでありがとうございました。また、月曜日か日曜日かお会いしましょう。で、ゴールデンウィークは3日間お休みすると思います。2、3、4は、ちょっと田舎の方に帰る予定がございますので、その後またセットしていきますので、ぜひ動画を見ながら毎日やってみてください。はい、ということでありがとうございました。